ハリー・ニコラス・ワーターは、イングランド出身のサッカー選手。アイルランド代表。ポジションはミッドフィールダーであり、ノッティンガム・フォレスト FC に所属している。チャールトン・アスレティックのユース出身の選手であるが、チャールトンでは1試合に途中交代で出場しただけで、ある。ノンリーグに所属していた、ステインズ・タウンとウェディング・ユナイテッドへ、ローンによる移籍を経験した後に、チャールトンを離れ、 ウォーキングに加入した。ボーンマスに移籍し、フットボールリーグに戻ると、2011年にカーライルユナイテッドへローン移籍を経験した後に、ボーンマスでポジションをつかみ、2013年のチャンピオンシップ昇格、2015年のプレミアリーグ昇格を経験した。アーターはイングランド生まれだが、アイルランド代表でプレーすることを選択し、2015年に A 代表デビューを果たした。 ベックスリーロンドン特別区に位置するサイドカップで生まれたアーターはチャールトンアスレティックでサッカー選手としてのキャリアをはじめ2007年9月25日に行われたリーグカップ3回戦のルートンタウン戦で86分からスベトスラフトドロフと交代で出場しプロデビューを果たしたがチームは延長戦の末に1から3で敗れた2008から09シーズンには ステーンズタウンとウェディングユナイテッドにローンによる移籍を経験した。2009年6月2日、アーターはウォーキングと1年間の契約を結んだ。2009から10シーズンが終わるとアーターがウォーキングを離れることは文書で裏付けられていたため、いくつかのクラブが獲得に興味を示した。ウォーキングはすぐにアーターがボーンマースと契約を結んだことを発表したが、移籍金額で 両クラブは合意できなかったため、FA の仲裁により、金額が決定された。2010年6月7日、アーターはリーグ1に所属していたボーンマスと契約を結び、2010年8月7日に、かつての所属クラブある、チャールトンアスレティック戦でデビューを飾った。試合は、前半に、アクポソジェに犯したファウルに対して、イエローカードを受け、アーターは、ハーフタイムに、 マイケル・サイムズと交代し、チームは0から1で敗れた。出場機会が減少し、2011年3月4日にカーライル・ユナイテッドにローンで加入することになり、翌日に行われたブライトンホーブ・アルビオン戦でリアム・ノーブルと交代で30分間出場し、デビューを果たした。試合ではアディショナルタイムに3から3となる同点ゴールを決め、アーターは 自身のプロキャリアで初めてとなるゴールを記録したが数分後にブライトンのリアム・ブライドカットにゴールを決められ最終的に3から4で敗れた2011年8月13日に行われたシェフィールド・ウェンズデー戦に66分からマーク・モルズリーと交代で出場し17分後にゴールを決めボーン・マスにおける初ゴールを記録した最終的にからシーズンは リーグ戦34試合に出場し、5ゴールを挙げた。2012年8月25日に行われた、プレストンノースエンド戦では26分に退場処分を受けたが、試合は1から1で引き分けた。アーターは、エディ・ハウが、ボーンマス復帰後に、初めて指揮を取った、トランメア・ローバーズ戦や2013年4月20日に行われ、チャンピオンシップ昇格を決定づけた。 カーライルユナイテッド戦などで記録したゴールを含めリーグ戦37試合に出場し8ゴールを挙げた2015年5月2日に行われたチャールトン戦ではアーターもゴールを記録し3から0で勝利したクラブはプレミアリーグ昇格を決めた2018年8月9日カーディフシティ FC にレンタル移籍20年9月22日 チャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC に3年契約で完全一席。祖父母がスライゴの生まれであるため、アーターはアイルランド代表でプレーする資格を有しており、U-17 と U-19 の代表を経験している。2015年2月、A 代表で監督を務めるマーティン・オニールは、UEFA ユーロ2016予選のポーランド代表戦に臨むメンバーに、 アーターを招集する可能性について研究した。オニールは素晴らしいシーズンを送っているとして3月12日に行われたポーランド代表戦にアーターを招集したが出場機会は得られなかった。2015年6月7日に行われたイングランド代表との親善試合にグレン・ウィーランと63分から交代で出場し A 代表デビューを飾った。 イングランド代表でキャプテンも務めたスコット・パーカーは、アーターの兄弟であるカーリーと結婚したため、パーカーとは義理の兄弟の関係にある。ありがとうございます。